こんにちは、アルバム原宿の衣川光です。今日は、ブリーチのカラーをさせていただくんですけれども、前頭ハイトーンですね、まあ、根元から、毛先まで、ちょっとブリーチをさせてもらって、一応2回ぐらい、ブリーチをさせていただいて、まあ、結構サイドが強めなネイビー系のカラーと、あとはちょっとこう顔周りに少し明るめのデザインを残して、まあ、今人気なちょっとフェイスフレーミング系とか、そういうちょっとデザイン性あふれるカラーを今日は作っていこうと思います。よろしくお願いします。でモデルさんの今の状態、まあ、ビフォアの状態の説明をさせていただきたいんですけれども、基本的に今、モデルさんが、まあ、ブリーチだったりとか、まあ、パーマの施術がほとんどない状態で、まあ、根元のか毛先まで今だいたい10トン9トンぐらいの状態ですので、まあ、これをなるべく傷ませずにブリーチをしていこうかなと思います。ブリーチ履歴とか、まあ、パーマ履歴はほとんどないんで、シンプルな工程で、しっかり傷ませずに明るくしていこうかなと思います。1回目のブリーチ豆腐ですね、やっていきたいと思います。やや根元の方を少し気持ち開けながら、さっともう毛先の方まで塗っていきます。一人で施術する際もそうなんですが、ブリーチはスピードが命になるんで、もうざっと塗り進めていきます。少しまあダメージレスに前頭を抜いていきたいので、ウェット状態にして、なおかつエベラさんのカラーモーションをパネルにしっかり振って、ブリーチはエベラさんのパウダーブリーチと、オキシ 4.5%、まあ、オキシが2倍でやってます。でも塗布でいうと毛先の方もですね、一気にブリーチをつけちゃって、まあ、後から均一に、まあ、綺麗に塗っていくような感じになるんですけど、結構10分5分でのタイムラグが大きい影響が出てくるので、全体に素早く塗る。ブリーチ施術は本当にベースの見極めしてからのプロセスの組み方っていうのがすごい重要になってくるので、ブリーチ履歴をしっかり確認して、でやっぱりこう今回のモデルさんが、まあ、髪が長くてロングなので、毛先とか中間あたりぐらいが、まあ、上がりづらいかなっていうところをイメージしつつ、まあ、その辺の塗布量だったりとか、まあ、今回ブリーチ2回させていただくので、まあ、そこのちょっと抜けが弱いところを、まあ、後でアプローチはできるかなっていうところも考えつつ、まあ、ちょっと1回目はどこか上がりづらいかっていうのを明確にするような作業になるかなと思うので、その状態にしつつも、なるべく今自分が予測している部分をまあ、しっかり明るくしてあげようという、まあ、技術的な部分が必要になってくるかなというところですね。で今約半頭ざっと毛先の方まで塗ったので、まあ、ここからアシスタントともに最終チェックしながら塗っていこうと思います。はい、はい、で今まあ前頭を塗ってるんですけれども、まあ、基本的にはこうだいたい5ミリぐらい間隔を空けるイメージで、やっぱりこれだけ髪が長くなってくると、まあ、毛先と中間あたりぐらい、まあ、後でホイールも挟むんですが、やっぱりここら辺がちょっと抜けづらくなるので、その辺にしっかり塗布量を多くするようなイメージで塗布してあげると均一に抜けやすいと思います。ブリーチは本当にこう塗布量とか、なんだ、塗りムラでリフトの上がりの仕上がりが、まあ、結構違いが出ちゃうんで、まあ、ブリーチベースがムラになりやすかったりとかしやすくなっちゃうので、なのでなるべく、まあ、ブリーチ剤はたっぷり塗りつつ塗布量を均一にしていく。その中でもちょっと毛先と中間上がりづらいところは少し多めにつけてあげるような、まあ、イメージが大事というか感じですかね、まあ、それがムラをなくすコツだったりもするので、塗布中もなるべくコーミングは優しくしてあげると、まあ、ブリーチがついてくるとやっぱり髪の毛も少し、まあ、敏感になってくるので、優しく塗布してあげるような感じが大事かなと思います、まあ、こんな感じですね。これぐらいの塗布量たっぷりめに乗せてあげると、
で、まあ、ここから放置に入るんですけれども、放置に入る前に、全体をちょっとホイールで、まあ、挟みながら、まあ、なるべくこう保温性を高めつつ、まあ、ブリーチを、まあ、しっかりリフトさせつつ、あとはこう部分箇所的に、まあ、温度に差が生まれないようにしっかりホイールを挟んで、まあ、均一に抜けるようにしていくっていう作業をしていきます。はい、ここで最初に全体に塗ったブリーチをちょっと伸ばしつつホイールで挟んでいく作業をします。パネルはだいたい3から5センチぐらい、ホイールで少し挟めればっていう感じなので、細かすぎると時間がかかっちゃうので、あんまりこう広すぎると意味がなくなっちゃったりするの でやや中間から毛先の方が大事ですので、あんまり根元はかぶせすぎなくてもいいかなと思います。中間と毛先の部分がしっかり覆えるようにホイールでしてあげるとベストかなと。で、最初にある程度もブリーチ剤塗ってるんですけど、まあ、このホイール挟みながらもやや、中間毛先と、あとはまあ抜けづらいところとか、まあ、抜けてないところをちょっとさらに重ねながら塗布するイメージですね。でちょっとここの鉢植えぐらいは頭の丸みが強くなっているところなので、まあ、この辺は少しスライスが細かめでもいいと思います。今全体塗り終わりまして、ちょっとぐるっとしてこういう状態ですね。まあ、ブリーチで塗ったところを、全部ホイールで挟んで、まあ、中の温度をこうじっくり、上げつつ、まあ、なるべく乾燥しすぎないようにもして、ブリーチのリフト力を上げつつ、なるべく傷まないように、あとは均一に温度が、いくように温めるような感じの意味でホイールを挟んでおります。はい、まあ、特にロングの場合は本当に塗布ムラとか温度のムラ、根元の方が温度が高くなりやすかったりとかするので、なるべくこう毛先の、まあ、温度が低くなる部分をこれで挟んで、まあ、そこのリフト力も下げずに、しっかり時間を置いていくような形を取ろうと思います。そしたら、まあ、この状態で、まあ、全体をちょっとラップでさらに覆いながら30分ほど放置します。はい、で、今の経過をちょっとチェックしようと思います。こんな感じである程度抜けてきてくれますね。ただ若干毛先の方、まあ、やっぱり過去にちょっと暗くしてた時とか、まあ、そういったところが、少しまだ抜けてない状態で、上の方がある程度抜けてる状態になってるので、まあ、これで一度ちょっと流して、まあ、このまま、放置をしたとしても、例えばここの方がより抜けたりとかしていって、まあ、こことの差が埋まらなかったりするので、今抜けてない毛先の部分の方を、もう一度ブリーチしてこっちに合わせていく作業になるかなと思います。なんで一度ちょっとこれで流したいと思います。ブリーチは、しっかり流すことがすごい重要になるので、まあ、時間をかけてでも、ブリーチが残らないように流していくのがポイントになります。次もう一度ブリーチするんですが、ブリーチ剤が残ってたりすると、まあ、角にダメージがしてしまうのと、あとはやっぱりこうオンカラー時とかにも、ブリーチ剤が残ってると、そこだけ色が入らなかったりとか、まあ、ムラになる原因になったりするので、しっかり流していくことが大切になります。でここでウェラプレックスの、ナンバー2を使って、ボンド剤ですねを使ってPH の調節と髪の強度を上げていきます。でしっかり時間をかけて、ボンド剤をなじませていきます。まあ、ブリーチベースですので、ケチらずたっぷりと使ってあげてください。でシャンプーは、優しく、なるべくこう髪の毛を引っ掛けないように
地肌からしっかり洗っていくんですけれども、なるべく髪に負担を与えないように優しく洗うように意識してください。はい、で、ここから2回目の、ブリーチをしていくんですけども、その前の、事前準備っていうのをやっていこうかなと思います。まずしっかりブリーチ前に、スカルププロテクトを頭皮につけて、なるべく染みないようにしていきます。やっぱりこうブリーチ長丁場になったりとか、2回3回特にオンカラージもそうなんですけど、頭皮に負担もかかりやすくなるので、しっかりと保護ができるようなものをあった方が、いいと思います。で、処理剤としてカラーモーションのフレカラートリートメントをしっかり毛先の方に、全体ですね、振っていきます。で、しっかりとコーミングして全体になじませていきます。で、ここから塗っていくんですけども、流す前にも説明した通り、こちらの方が、明るくなってて、やっぱり毛先中間のところっていうのが、過去にある程度暗いお薬とかかぶせたところが明るくなりづらくなっている状態になっているので、そこをメインに、ブリーチをつけていきます。上にはもうほとんどつけずに、こっちの暗いトーンを上に合わせるような感じのイメージでブリーチを塗布していきます。このままブリーチ塗布してもいいんですけれども、若干この境目のラインっていうのをはっきりさせるために、ややハーフドライをしてからブリーチを塗っていきますので、ちょっとここから、ドライに入ります。で、ここからはもうすでに明るい場所と暗い場所がある程度はっきりしている状態なので、どちらかというともう明るい場所にはあまりつけずに、暗い場所メインにアプローチをしていく感じになるので、ちょっとスライスを取りながら、塗っていきたいと思います。で、明るいところを避けて、でここも後でまたホイールで挟むんですが、ざっとまずはピーティーにここのちょっとオレンジ味が強い部分、だいたい16トーンぐらいに今なってると思うんですけど、そこをメインにつけていく。で、だいたいこれも3センチか4センチぐらいのスライスでやっていけるとベストかなと。ここの、塗布するとこと、しない場所を少し馴染みが良くした方がいいので、こうやってちょっとぼかすようになっていけるといいかなと思います。ブリーチ剤は皆さんのプレックス剤を入れて、オキシ 4.5%、 2倍ですね。こんな感じでまず、ざっと全体を塗ってから、その後またこの部分をホイールで挟んで、リフトさせていこうと思います。ではここからまたアシスタントと共に塗っていきます。で、今抜けてる部分以外のところですねを、ブリーチ塗布が終わったので、これで全体ホイールを挟んで時間を置いていきたいと思います。はい、それでは、これで放置していきます。だいたいまた30分ほど置くんですけども、途中少し、抜け具合ちょっと見ながら、やっていって、だいたいこう上のもう最初にブリーチして抜けた部分と合わさってきたら、流したいと思います。で、もうシャンプーも同様に、1回目と同じような、ことに気をつけながら、流していって、次のオンカラーに移りたいと思います。はい、今2回目のブリーチが終わったところで、シャンプー後の状態ですね、見てもらったら分かるかなと思うんですけど、最初抜けたところと抜けてなかったところ、抜けてなかったところをブリーチ2回目でメインでブリーチしたので、だいぶこう色が均一につながってるかなと思います。で、ここから、オンカラーの方をしていくんですけれども、今回フェイスフレーミングを、させていただくので、前髪の部分っていうのは色を明るく残したまま、後ろ側ネイビー系の色に、色を入れていきたいと思います。で、ここからちょっとオンカラーするので、軽く、ベースをしっかり見極めるためにハーフドライの状態にしてオンカラーしていこうと思います。
まずは、後ろのネイビーの部分のカラー剤ですね。まあ、少しこうパープル感寄りなネイビーの発色を狙って作ってます。まあ、少しオキシを多めにして、塗布がしやすいような形に取っていきます。ではオンカラーしていきます。まあ、もう後ろはネイビー寄りの色を乗せていくので、もうここはバッと根元の方から、でこの時ももう素早く塗っていく感じですね。寒色系の色味ですので、まあ毛先まではあまり一気には行き過ぎず、根元中間をしっかり塗ってから毛先に伸ばす感じですね。やはりどうしても寒色系の薬剤を一気に毛先まで行ってしまうと、毛先の方ががっつり入りすぎてしまうので、少しサイドが強めのカラーですので、まあ、しっかり根元中間のオレンジみ黄色みを打ち消していきながら毛先に伸ばしていくと。はい、まあ、こんな感じで、全体根元から中間まで塗って、でそれが塗れ終わったら毛先の方に伸ばしていくっていう作業に入ろうと思うので、まあ、ここからシーさんとともに塗っていこうと思います。で前髪はあまりこう色味を強く入れずに、少しブリーチの黄色みを取るような配合でいきたいと思います。前髪はもうちょっとしか塗らないので、少しだけ。後ろのネイビーの部分を塗ったんですけれども、毛先の方やや外してあります。ちょっとこう寒色系のお色味ってどうしても負担かかってるところとか、毛先の方って色がギュッて入りやすいので、まあ、しっかりここの根元中間のオレンジが強かったりとか、まあ、色が入りづらい部分がしっかり入ってから毛先は伸ばそうかなと思うので、その前にここの明るく残しておいた前髪の部分ですね、ここの部分を塗っていきます。こうやってセクションを分けて、まあ、色味変えるときなんかは、それを塗る直前で薬剤を混ぜて作ってあげた方が、まあ、発色がより綺麗に、髪に浸透してくれるので、僕は塗り分けるときはギリギリで作って塗布するようにしてます。で、まあ、ここの部分は明るさはもうほとんど変えずに、今ある黄色みとかっていうのをちょっと打ち消すようなぐらいの薬剤設定にしてますので、まあ、それで塗っていきます。なのでここはもう根元毛先とそんなに塗り分けずに、もう一気に伸ばしちゃいます。で一応やっぱりね、セクション分けて塗ってるので、毛先とかに薬剤がつかないようにホイールとか引いたりとかして塗ってあげるといいんじゃないかなと。まあ、ここは今回のデザインのポイントとなる部分でもあるので、まあ、しっかりと塗布してあげて、黄色みオレンジの残りがないようにします。はい、で今前髪が塗り終わったので、ここからまた後ろの部分ですね、毛先まで全部塗って放置に貼りたいと思います。はい、で今毛先まで全て塗り終わりました。この状態ですね。はい、で前髪はホイルで包んで色が映らないようにしてます。一番最後に塗ったところが毛先の方になるので、後ろのなので、まあそこがしっかりと色味がこの中間と根元の方と合わさったら流そうと思いますので、まあ大体15分ほど放置してまあチェックして流そうかなと思います。はい、ではここからオンカラーを流していきます。前髪の部分は色を映さないようにホイで挟んだまま後ろから先に流していきます。この時に根元と中間ら辺まで一番初めに塗ってたので、まあ、そこが一番濃く入っていると想定して、
毛先の部分に少し色味の濃さをちょっと調節しながら乳化していきます。乳化が終わったらしっかり流していってシャンプーへ移ります。でシャンプーに移るタイミングの時に前髪の部分を外して一緒に流していく感じになります。でシャンプーしていきます。この時もブリーチの時と同様を優しくしっかり洗っていくような意識でシャンプーをしていきます。でここからシャンプーが終わったのでトリートメントに移っていきます。カラーモーションの一番のシステムトリートメントをつけていきます。2番をつけていきます。2番は全体的に根元からしっかりと毛先までつけて、約数分をしっかり揉み込んで全体になじませていきます。で続けて3番をつけていきます。ドライする前にカラーモーションのプレカラートリートメントを毛先の方に振って乾かして、なるべくこの時も負担がかからないように、しっとりとした仕上がりになるようにドライしていこうと思います。で今日はちょっとフェイスフレーミングでこの明るい部分を浮かしたいので、少しセンターに分けるように意識しながら乾かしていきます。顔周りにレイヤーも入ってたりするようなデザインと、あとはフェイスフレーミングで前髪の部分が明るかったりするので、そこをちょっと活かせるようなデザイン、やや少し内にレイヤー部分とか毛先を入れながら基本はストレートでツヤを出しつつ仕上げていきたいと思います。今回もアイロンの温度は160度で、色落ちさせずになるべく髪に負担をかけない温度設定になってます。しっかり当てるっていうよりはややラフにアイロンはスルッと通してあげるといいかなと。あまりこう同じとこを長時間出たりとか何回もスルーすると色落ちの原因になったり髪に負担もかかってしまうので、優しくアイロンをスルーしていくような形にしていくのがおすすめです。ここからスタイリング剤をつけていきたいと思います。でまず全体にカラーモーションオイルをなじませていきます。内側から毛先まで全体的にしっかり手ぐしを通してあげて、しっかりツヤ感を出してあげるとハイトーンも綺麗に見えるの で一緒にクリームタイプのワックスもつけていきます。オイルで全体的にツヤ感と指通りを良くして、クリームタイプのワックスで束感とかよりツヤ感の持ちとかっていうのを出していきます。スタイリング剤をつけるときはしっかり手になじませて一気につけるんじゃなくて少量ずつ手に取って全体になじませるイメージがおすすめです。最後にツヤ出しのトリートメントの、スプレータイプですね、ルミナススプレーを全体に振って完成です。本当にベタつかずにそんなこうオイル感っていうのもあまりこう固まったりもしないようなスプレーなので、しっかりと内側根元毛先まで全体を振ってあげてください。最後にちょっとなじませるようにコーミングをしてあげるとよりカラーの映えが綺麗になるかなと思います。はい、これでスタイリングが完成しました。今日入れた、フェイスフレーミングの明るい部分とかを、少し活かしつつ、全体ツヤ感を意識した、スタイリングになってます。アイロンも、なるべく
160度以下ぐらいで全体に通してツヤ感、まあ、色落ちをさせずに毛先をまとめているような最後になっているので、まあ、カラーを生かしたスタイリングにしてますので、ぜひやってみてください。今日のまとめなんですけれども、今日はまあブリーチとか、まあ、そういう履歴がない状態の、モデルさんを、ブリーチ2回させてもらって、で、オンカラーで、明るい部分と、まあ、サイドが強い色味の部分、ネイビー系の色味の部分で、分けたちょっとフェイスフレーム系のセクションカラーの、デザインをさせていただきました。で、まあ、本当に今回こう注目してほしい点でいうと、まあ、やはり今結構人気なサイドが高めな、まあ、今回だと3の8とか6の8とか、まあ、そういうインディコ系のメインの、カラーを使ってるんですけども、まあ、そういう風な、サイドが高いカラーっていうのが、まあ、簡単に再現できるような、レシピ配合にもなったりするので、まあ、そこを一番注目してほしいかなと思います。まあ、あとはなるべく傷ませずに、ブリーチワークだったりとか、まあ、ところどころの処理剤っていうのを丁寧に使ってるので、まあ、やっぱり初めての髪の状態がいいモデルさんっていうのをなるべく傷ませないような施術内容 と、まあ、レシピ配合とブリッジバックになってますので、はい、まあ、そこら辺に注目して見ていただけると嬉しいかなと思いました。今日のポイントですね、今日のポイントは、後ろの、サイドが強めのこのネイビーのカラーの配合になるんですけども、今日ベースで、8ライン3の8と6の8の部分を使って、まあ、それが約7割ぐらい使ってるんですけども、そこに残り3割ぐらいに96のパープルを入れてるんですが、まあ、それが青みによりすぎずちょっとパープル味のある柔らかさのあるこうネイビーさを出してくれてるので、そこがまあ今日の一番のポイントになるかなと思いますので、ぜひ、まあ、結構その青みにもよりすぎず、まあ、かといって紫でもないようなネイビーのこの柔らかい色味っていうのを、まあ、ぜひ皆さんも試してもらえたらなと思いますので、はい、ぜひ皆さんもよろしくお願いします。